はプロレスショップチャンピオンの提供でお送りします。今年のキャッツ・ザ・ウェブ優勝、波女に輝いた志田ひかる。その勢いそのままに7度の防衛回数を重ね、絶対王者に君臨する大神のシングル王座レジーナに挑み見事勝利。波女レジーナダブルダッシュとなった。しかし9月28日名古屋大会、10月1日新木場大会とメキシコからの刺客マリーアパッチェになすすべなく2試合連続フォール負け。19日後楽園大会で志田ひかる VS マリーアパッチェのシングル選手権試合が決定。ちょっと衝撃的でしたね。あの強さはまだまだだなって改めて思いました。いいと思います。はい、私もお借りは返したいので。でも嬉しいですね、あのウェーブの私が持ってるベルトにそういう風に興味を示してもらえるっていうのは。10月12日秋田大会でもマリーアパッチェは志田を挑発。3連敗は許されない志田ひかる、後楽園大会を前に最後の前哨戦。スクラブウェーブ、志田ひかる、大神 and 下野沢子 VS 山形優マリーアパッチェ and カラー。皆さんこんにちは。まずはスクランブルウェーブの模様からご覧いただきましょう。さあ、ウェーブのタイトル戦線に異常あり、それもそのはず、このマリーアパッチェが志田ひかるから2連勝という、そんな実績を残しております。二上さん、ちょっと意外な展開になってますね。そうですね、はい、まあ志田にしたらこんな強い感じ初めてでしょうね、きっと。そうですよね。さあ、そのチャンピオン志田ひかるが今入ってまいります。はい、ベルト落としました。今ケンちゃん不吉です。なんか試合始まる前からそんな状態ですからね。お、さあ、まずはマリーを挑発。ん、しかしカナがこのポージング、これ青コーナーの共通点分かります、これ何ですか。青コーナーの共通点分からないですか。うーん、何でしょうね、分からないですね。あえて組んでみたんですけど、元、うん、給料未払い団体にいた。本当だ。なるほど、元寄付未払い団体の3人ですね、はい、そうですね。それかなりあのマニアックでわからないですね。マニアックでわからないですね、はい、しかも みんな同じ寮に住んでた。あの時は違えど、皆さん同じ寮に住んでいたっていう3人ですね。江戸川区の寮ですね。そうです、はい、その寮に住んでた3人という共通点もあります。まあ本当にマリーアパッチェはですね、1998年のまあその某団体の入団から、まあその時から日本にいるんですけど。そうですよね、その時はまだ19歳だったんですよね。18でしたね、うん。まあ、それからですからね、今現在35歳ということで、まあ、時は経ちましたけども、はい、まあ、ずっともね、本当にトップの位置をキープしてますよね。そうなんですよね、この子レイナでレイナスも出てるんですよね。そうなんですよ、2010年にはレイナでレイナスを獲得ということで、もう本当に日本でもメキシコでももう輝かしい実績を残してますね。そうなんですよ、すごい強いんです、本当に強いんです。このおばはんも本当に強いんです。うん、うん、そうなんですよね。いいお母さんなんです。まあ、日本に来た時もね、僕が一番びっくりしたのはトルニージョっていう、あの切りもみ式のプランチャーをやった時にですね、はい、あれがやっぱりすごくもうインパクト強くてですね。それファビーです。いや、マリーもやったんですよ。マリーやったっけ。あのスカイハイのトーナメントの時に。スカイハイトーナメントとかもう痺れるよ、マリーですよね。もう伝説のようなね、動きしてましたよ。そうなんですよね、うん、私もなんかムーンサルトを教えてもらった時に、マリーとファビーがいつも横にいててくれて、試合、明日の試合で出すからって言ったら、ちょっとピタッて、私が出すときはお前らここにいとけって言ったら、はいはいはい、目の前にちゃんと立っててくれて。あ、そうですね、すごいね、複雑な技とかの練習はいつも付き合ってくれた。うん、二神さんもね、その時はあの二神さんの化身のガミメタルといましたからね。ガミメタルいましたね。ガミメタルもね、メキシコに行ったことはあるけど、メキシコで試合したことないという、したことないです。そういうレスラーなんですね。したことないです、はい、さあ、ここでマリーアパッチが出てまいりました。ついに、おーっと、しかしここは大川がうまいネックブリーカードロップ。さあ、ここでカナをうまく白ひかるが捕まえて、おっと、これは一回まずは3人を並べましたね。並べた状態で、さあ、ここで下野がドシーン。マリーだけが痛いですよね。そうですよね。
あとのサイドの2人はね、ただちょっと足がかかってるだけですからね。体重はかかってないんですね。あの志田が、まあ、ちょっとこうタイトルマッチはもう決まったことなんで、前哨戦になるかなと思ってたら、はい、なんとこの試合で、アバラを行きました、この人。そうなんですか。マリーの圧殺によりアバラが行きました。今まだその場面には行ってないですか。まだ行ってないですね。じゃあちょっとその場面になったら教えていただけますか。はい、ちょっとそれは心配な情報ですね。まあ、大丈夫じゃないですか。大丈夫ですか。さあここでマリーが、おっと捕まえた。あ、嘘、この試合ちゃうわ。あ、違いました。この試合はもう折れてた。折れてるんですか。もうこれも折れてるわ。じゃあ折れた状態で今試合してるわけですね。そう折れてるわ折れてるわ。嘘この前の試合や。あ、ってことはもしかしたらその、まあ、連敗したどちらかの大会、9月28日もしくは10月1日ですね。新木場の方ですね。そうですね。そうですか。そんな状態でこのチャンピオン志田ひかる戦っております。で、あばら折れながらスペイン行って、うんうん、ベルト巻いてきましたね。そうなんですよね。まあスペインも本当に強行日程だったみたいですから ね。もう本当行って帰ってのトンボ帰りだったわけであります、この志田ひかる。まあでも本当にスペインでね、女子レスラー、日本の女子レスラーが試合をするっていうこと自体がすごく画期的な話ですからね。結構スペインにプロレス団体あっていいなと思う。そうなんですよ。意外とこのスペインのプロレス事情って知られてないですよね。知らん、まあ、あのかつて国際プロレスが末期の時にスペインの選手を呼んだというそういう記録はあるんですが、まあ、ほとんど日本とは交流がありません。さあ今度は大川由美とカナの絡みに変わりました。やはりこの志田とマリア・バッチ、この2人の絡みになると非常に緊張感が交差します、このリング上。さあ今度は大川が、さあ顔面切り、顔面切り。大川さん、この一瞬しか出てきませんよ。そうですね、あまり出てこないですね。お前今日1個も出てへんやんけ。そんな話をしたんですか。さあ、おっと、これダブルのドロップキック。さあ、カナ、そして山田優、2人が捉えての攻撃になるか。ダブルのブレブスター。おっと、ほら、珍しいサンドイッチのキック。さあ、カナとこの山形優、まあ、先ほど二上さんが言ったね、その某団体に所属してたという共通点あるわけですけども、キャリア的にはもうこの山形、そしてカナは別に絡んかぶってはいないですよね。かぶってないですね。そうですよね、かぶってない、かぶってない。まあでもそれがね、時を経てこうやってこのウェーブのリング上でまた再会するっていうのは面白いですね。そうそう。で、なんか控え室で本人たちも全く気づいてなくて、あ、そういえばとかしてて、はい、カナってどこの寮、どの場所やった？あ、一番端っこですみたいな。あ、そうそう、あの寮の部屋ね、うちも住んでたそことか言って、事務所側、トイレ側とか言って。そうそう、あのね、道場は本当道場があって事務所があって寮が ね全部ありましたね。よかったですよね。そうなんです、そうなんです。非常に広いところでしたからね。さあここでカナがなんとかバズソーキックからタッチ。さあここで山形が出てくるか。マリーは現在一呼吸を置いております。ミサイルキック。さあここでモンドリ打って倒れた。さあ今度は下野と山形のこの二人に変わりました。さあここで下野がタック、いい流れを作ります下野。まあでも下野とか、まあやっぱりこれぐらいのキャリアの選手がですね、このマリーと試合をするっていうのもいい経験になりますよね。そうなんですよね、なんかわざわざ海外修行行かんでも別に、うん、日本で十分やし。そうなんですよね。まあ元々このアパッチ姉妹にしても、まあ、お父さんのグランアパッチェがねよく来てアパッチ教室とか日本で開いて、そうですそうですそうです、それでいろんなことを教えたから、まあ、私 あの無限の技のうちの3割ぐらいはパパの教えですね、うんうん、そうですよね。本当に、まあ、そういう意味では、まあ、本当にメキシコの選手であるというのは非常に価値がありますからね。まあ、2011年にはこのウェーブでもね、このマリー・ファビーの姉妹が来日したりもありましたよね。はいはいはい、来ました、はい、あの合体パワーボムとかすごかったですもんね。だって私のことはひょいってあげて、ひょいって横にするのよ、そうなんですよね。お前、私なんかスイカかなんかかと思ったわ。そう、西尾大会でしたっけ、愛知のなんか地方ね、そうそうそう、ガミレオン組との対戦とかすごかったですもんね。すごかった。おっと、これすごい、タックルでマリオン投げてました。さあ下野がこのままなんだ、ジャンプ一番ライデンを決めていく。さあマリーからホールを取るか、世界のマリーから取るか。しかしこれは2カウント、いい流れを作ります。マリーアパッチ、お父さんはグランアパッチ、そしてお母さんはレディアパッチ。さあこのままもう一回ホールの体勢に行く。お母さんはレディアパッチじゃないですよ。あ、失礼です。レディアパッチは5歳なんで、この人たちは血はつながってないんです。あ、そういうことだったんですね。はい、なんなら仲は悪いです。おお、すごい、そんななんなら仲は悪いです。そんな身内の情報までもうなんかアパッチ4人ぐらい出た時あったもん、あるしよね。あ、そうでしたね。
びっくりしたもん。ああね、本当にそのまあ、メキシコの場合はレスリングファミリーといいますかね、あの家族がそのファミリーの場合多いですから ね、 アパッチケや、エステルケや、あ、じゃあモレノケや、モレノケ、ね、浜田ケやら、なんやいっぱいいますよね。本当そうですよね。もうお父さんお母さん、それからもう娘息子、みんながレスラーになりますからね。すごいよな、まあ、そこがメキシコのマット界の大きな特徴と思います。さあ、またしても志田がここで、おっと、いい形でフォローしました。さあ、ここからのなんでやねん、さあ、メキシコに通用するのか、このなんでやねん大阪の風が吹く。しかしこれは2カウント。しかしこれはマリが一発ラリアットで返していく。さあどうだ、このままラリアットに決まるのか、これも2カウントだ。さあマリがこのアウトから出てしまった。行くぞ道のく、出ました、行くぞ道のく。そうですね、出てしまった道のくドライバー。さあ志田を破った技、道のくドライバー2で決まりました。3カウント。やはりマリアパッチ強し。これは志田ひかるのこの 10.29 後楽園でかなりキー信号が灯ったと言ってもいいかもしれません。10月29日私たちはタイトルマッチが決まってる。ただもう一つ提案がある。私はウェーブだけじゃなくてもう一本ベルトを持ってんだよ。スペインの団体RCW のベルト、このベルトも10月29日かけようじゃねえか。タイトル戦2冠戦でやろうじゃねえか。どうだ、 RCW ベルトとの2冠タイトルマッチということになりました。まあマリーには一切通じてませんけどね、今の日本。そうですよね。さあ12月3日に放送いたします。ねえ下野、どっかプロレス見に行かない？自分プロレスの DVD が欲しいです。どっかお店ないかな。そんな時はプロレスショップチャンピオン、水道橋チャンピオン。プロレスチケットのことならチャンピオン、ウェブの DVD もたくさん揃う。プロレス DVD のことならチャンピオン、レアなビデオもレンタルできちゃうチャンピオン。学校帰りにチャンピオン、会社帰りにチャンピオン。プロレスグッズのことなら水道橋チャンピオン。みなさんこんにちは、フェアリー日本橋です。ショップザブンオープン、オンラインショップショップザブンがオープンしました。ウェーブの DVD、 ウェーブのグッズ、そしてなかなか地方の方では手に入りづらいウェーブの T シャツがインターネットで購入できちゃうサイトがショップザブンです。ショップザブンはウェーブのホームページからアクセスすると分かりやすいですよ。お買い上げになりましょう。はい、こんにちは。こんにちは。もう何年目ですか？そうですね、もう8年目になりますね。変わったところは？はい、まあ、大きくなるところは大きくなって、最初は恥ずかしかったんですけど、今は声を出せるようになりました。ファンの方とかに見たよと言われるともっと激しく頑張らなきゃなって思います。ではファンの皆様に一言。はい、これからも自分の出すところはいっぱい出して、相手の出させてあげるところはとことん出してあげて頑張りたいと思います。だから私をいっぱい見てくださいね。キャッチザウェブ2014 DVD 発売中。過去最高の盛り上がりと名勝負が連発した今年のキャッチザウェブ、前編は5月5日の開幕戦から6月11日までのリーグ戦の模様、そして後編は6月15日から7月27日後楽園ホール並女決定トーナメントの模様を収録。会場、売店、ショップザブン、アマゾンなどで好評発売中。リバルショックウェイブ2014トーナメント準決勝、白井美代 and 大畑美咲 vs 木村京子 and 中川トーク。
続きましてはデュエルショックウェブ2014トーナメント準決勝の試合をご覧いただきましょう。まずはレボリューションアマンドラ中川智香が入ってまいりました。そしてもちろん名優はこの人木村京子であります。さあ中川智香12月4日後楽園小沢アカデミーの大会で国内引退を表明しております。さあそして一方この2人であります泣く子も黙るプラスマイナス2014。さあおなじみのこのプラスマイナスポーズスペシウム光線とこの工事ライト。さてこの試合でありますがこのデュアルショックウェーブの今回のルールといたしまして15分でドローの場合はその試合の権利を持った者同士のシングルで争われるという高見さん今回もまた面白いルールになりましたね。はいちょっと考えました、頭をひねりました。そうですよね、まあ、タッグマッチで、まあ、ドローの場合ね、まあ、それで普段は終わってしまうんですが。そうなんですよね。なんか最初、あの無制限にしようかって言ったんですけど、はい、無制限にしたら無制限一本勝負の試合が、はい、ちょっと安っちくなるなと思って、うんうんでなんかないんかなって思った時に、はい、20分30分って、うんうんこう決着つかないとかってあるじゃないですか、はい、普通に、はい、なんか15分にして、ええ、その後シングルの方が、ええ、サドンデス的にした方が、はい、これは決着つきやすいんかなって。うんしかも、その時に残ってる人がシングルってことですからね。そう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 、まあ、そこに面白さがありますよね。そうなんですよね、まあ、だからパートナー同士がちょっと実力差がある場合ちょっと弱い人の方が残っちゃうとねちょっとそれがハンディキャップになるわけですよね。そう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 。さあこの木村京子に対しては2人がかりの攻撃だ。大畑は後ろから鞭を攻撃そしてローキックは白井美代もういやむちゃくちゃだむちゃくちゃだとにかくもう殴りまくる蹴りまくる。さあさらにはダブルの連携がまだまだ続きます。プラスマイナス2014いい連携高連携を見せました。ダブルのキック攻撃であります。さあこのデュアルショックウェーブ準決勝ということでありますが決勝に控えているのはこのチャンピオンであります桜ごはん、まあ、理不尽枠ということでですね二上さん、はいまあ桜ごはんの2人はですね広田さくらそして飯田美香はなんともう戦わずして決勝戦に進出なんですよね。まあ、理不尽じゃ理不尽なんですけど、その前に1回タイトルマッチをやって、うんはい、勝ってますからね。うんうんそうですね。それのゆえの理不尽枠ですからね。はいはいはい。でも別にまあまあ理不尽やけどもまあ勝ったから理不尽に言っていいと思います。そうですよね。まあそういった意味ではもうこのトーナメント戦もう本当に高みの見物ということになるわけでありますが、さあコートを持ち上げていく持ち上げていく、あーとことん後ろに落としていった木村京子ならではのこのパワフルな攻撃であります。さあ今度は中川智香にタッチ。12月4日引退を控えている中川にとってはもうこの国内での試合はもうほとんどカウントダウンになっております。二上さん改めてですねこの中川引退に関してはどう思いますか。まだ実感がないけど、なんかこの人も私が引退を口にしたときに、はい、私引退するときに、お前ら絶対私より私が引退してから、うんうん、私が引退口にしてから、はい、引退するまで絶対誰も引退するっていうのはよっつって、はいまあ、それをぶっちぎったのは栗原愛美なんですけど、そうでしたね、その時にこの人は、はい、ガミさんが引退したらいいんですよねっていうのは言ってたんで、はいうん、考えてんのやろなっていうのはありました。ああ察しますよねそれはね、うんまあ、しかもこの中川の場合はちょっと国内引退など海外でもう一度ね引退試合をやるということで、それがすごい中川さんらしいなと思って。そうですよね、まあ、非常にグローバルな活動を続けたわけですからね。まあ、特にあのケリースケーターカナダの選手でありますが、あーオーストラリア、カナダですかね、ケリースケーオーストラリアオーストラリアですのケリースケーターとのタッグもね、あのシマーではベルトを獲得するなど、まあ、非常にもう海外でも成立してましたよね、ちょうど今ぐらいの時期行ってたじゃないですか、アメリカに、はいはい、みんな島ででなんか誰やったっけな藤本か誰かが初めて行ったんかな、はいはいはい、したらびっくりしてた、うん、島は中川さんが ものすごくこう 神、はい、神のようでした。そうなんですよ中川人気がですねこの日本すごいんです、はい、って日本人の中で誰が一番人気あるかって中川なんですよ。すごいよね。まあ、本当に島はその2010年からみんな行き始めてですね、はいまあ、そのずっとまあ継続して中川はずっと参戦してるわけで、まあ、やっぱりそういうところも聞いてるわけですよね。年2回ですか。年に2回ですね春と秋。あ私も引退前2回行ってみたかったんですけど私行きたいって言ったらおばはんはいらんって言われました。まあ、そうなんですよね。そのデーブ代表は結構ね若い子の好みなんでおばはんはいらんって言われました。はい
まあ、それでは本当にもう中川にとっては日本、そしてアメリカ、もう股にかけたレスラーといった、そんな存在になりました。しかしここで大畑がジャーマンスープレックス2カウント、プラスマイナス2014にとってもやはりこのデュアルショックウェーブの優勝という称号は何としても手にしたいところであります。しかしこれは2カウントで返す。中川が今度は切り返していく。さあ、このテクニック、これが中川のうばさだ。タッグの名手としても知られております、この中川。残り時間は3分。さあ、これ3分で決着をつけないとこの特殊ルールの採用になってしまいます。早いよな。そうですね、なんか切り返しの試合とかもすごいもんな。おっと、今度は豪快なフットスタンプ、背中に当てていく。やはりこの木村恭子、大畑美咲に対しては容赦しません。まあ、木村はですね、大畑がまだ若手の頃、いぶきの時代なんですが、はい、まあ、いぶきという団体に大畑が所属してた頃から、こいつは本当にもうムカつくと言ってですね、大畑になるとムキになってたんですよね。なんかそれがまだ今でも生きてるっていうのは面白いと思いますね。はい、でなんか1月の今年の初めと、大畑対木村じゃなかったか、はい、ありました ね。あれもまた感動的な試合でしたね。あれも面白かった、面白かった。はい、まあ、1月4日の試合は、まあ、1月5日の試合は大畑が最後、まあ、木村からついに勝ちましたからね。そう、なんかね、カナディアンからね、くるって回ってドンって感じでした。そうなんですよね、くるって回ってドンです。そういう技名だったんですか。最後は坂内なんですけど、くるって回ってドンです。まあ、それだけ本当にその大畑が若手時代から常に壁であったというそんな存在であります、木村恭子。さあ、ここで木村に対してさあダブルの攻撃に行く。やはりもうこうなるとダブルの攻撃だ。さあ、ここで出た坂内の体勢、これで決まるのか。中川カット。やはりレボリューションアマンドラ、中川の引退前になんとショート、これはなんだ、バーをうまく、工場のライトをうまく、これは蹴散らした。しかしここでバックフロー、中川をやり返す。残り時間は1分を切っている。これで時間切れになるとシングルマッチに移行します。さあ、大畑もがむしゃらに攻めていく。さあ、木村と大畑、この歴史またしても、おっと、しかしこれはうまい、木村が返していった。これで決まるのか。これも返した。残り時間もほとんどありません。木村、そして大畑、この2人の間で決着がつくのか、いや、それともそのサドンデスに突入してしまうのか。さあ、これが最後の技となるのか。すごいな、すごいぞ。これは一体何をしようとするのか。おっと、これはすごい。何ですかね、これ。すごいよね、はい、いや、見たことない。いやー、そう、あっきり取られましたが、これで時間切れということは、これは木村と大畑の間でのシングルマッチ、時間無制限、一本勝負ということになります。いや、二上さん、その今の木村の技は本当にすごかったですね。すごいですよね。あれなだれでやったらすごいな。そうですね、あれ切り返してもすごいけど。いやー、ちょっとすごい技を見てしまいました。さあ、ここでシングルマッチに移行しておりますが、もう早くもこのグランドのスリーパーで大畑が落とされたか。大丈夫か。さあ、マンドラが有利な展開を進めております。ここで木村恭子、大畑に対して、さあ、ここでビッグブーツを投げかけていく。なんかこういう余裕のない、余裕のないっていうか、こう、はい、なんやろ、やられてる大畑の方が、大畑って絵になるんですよね。ああ、そうですね。そう、なんかおざぶんの時にアジャ様と当たった時も、はい、全く余裕のない大畑で、そうでした。それが、いや、余裕のない大畑の方がええなっていう。反省聞きに来ても余裕がない大畑の方がいいと思うわ。まさに今余裕がないですよね。今まさに余裕がないです。もうがむしゃらな、何やこの感じ。そうですね、もうもう格好じゃなくて、もうとにかく攻める姿勢ですよね。もうとにかくがむしゃらに攻めていく。おっと、バックロー、連発の連発で倒した。どうだこれ、カウント。しかしこれは返した。大畑、もうこうなると攻めるしかない、攻めるしかない。さあ、このまま花丸ドッカンだ。これで決勝進出なるのか。どうだ。しかし木村返しました。まだ返します。さあ、大畑美咲、これでなんとか、豪快ビッグブーツで、これでガーッと、これ切り返した。横十字固め、これも返した。まだ分かりません、決勝の行方。
どちらが決勝戦に駒を進めるのか。木村のヘッドバット、ノーハンド。しかし大畑も立ち上がる。うわっと、この音どうだ。これで仕留めるか。これも返す。いやー、もう本当にとてつもないシングルマッチになってますね。すごいですよ。いやー、なんかこの人たちの試合すごかった。そうですよね。いやー、もうこうなると大畑も余裕のない戦い。サイプロン上での攻防。ヘッドバット、ヘッドバットにはヘッドバットでお返し。大畑の取っておきですね、これ。あ、出た。おー、ラジャレ式のカサドーラで決めるか、決着があるか。これは取っておきなんですよ、大畑さん。うん、ここ一番でしか出さない、極めて受けれる人が少ないんですきっと。なるほど、そうですよね。まあ、ちょっと流れ式でやる場合、じゃあ、ね、あやこでさえもあの技嫌いですと、私受けるの苦手ですって言って。まあ、確かにもう何回かしか見たことないですからね。でしょ、そうそうそう、おっと、これはすごいジャンピングしてのキック。そしてボディアタック。どうだ、大畑決めるか。木村返しました。すでに15分戦い抜いております。おっと、これは膝蹴り、ここで木村が膝蹴り。なんか技術もそうだけど、この人たちのあのスタミナが気持ち悪いですね。そうですよね。もうすでにフルタイム戦い抜いてるんですが、そこからのシングルマッチへ突入。しかもこの大打撃戦。おーっと、この攻防、そのどうだ、スモールパッケージ。さあ、ほら、ここでバックブロー。あーっと、また翔平のバット。さあ、ヘッドバットから、あー、出た、ビッグブーツ。これで抑え込むか。襟固め取りました。合計20分か、すごいな。そうですね、20分にわたる大攻防でしたが、最後はレボリューション・アバンドラが決勝戦進出。優勝決定戦で進出となりました。これで桜子半島の戦いということになります。さあ、中川智香が引退を前にこの桜子半を破ることができるか。来週の放送は渋谷&春日バースデーマッチ、そしてデュアルショックウェブ2014決勝戦。今年のナンバーワンタッグチームに輝くのは、お楽しみに。プロレスリングウェブ新人大募集。ウェブ新人第1号、夏すみれです。第2号、長浜ひろえです。そして夏と同期、レフリーの石黒敦史です。プロレスリングウェブでは私たちと一緒に戦う選手を大募集しています。な、夏、な、あいちゃん、2人からも何か言ってやれよ。ちょっぴりドジで間抜けの私でしたが、今では自信を持ってリングの上で戦っています。そうかそうか、アイちゃんは。はい、まだデビューしたばかりの私ですが、いつか夏先輩を超えたいと思います。なに、負けないぞ。おいおい、戦いはリングの上だけ、上だけ。迷ってるみんな、ウェーブの第3、第4の新人はあなたです。私たちがお待ちしてる。